くだったのイーロン・マスクイーロンマスクはもうはっきりトランプですね、はっきりトランプ。えー、というわけで、えー、経済界の、まあ、大富豪たちの間でも、ちょっとこのトランプ、まあ、事実上、これ、トランプ勝つんじゃないのと見越して動く、まあ、そういう動きがまあ出ていますねと。 まあ、リスク回避。まあ、本当に、えー、その通りですね。リスク回避と。あ、マクドナルドもそうですか。はいはい。マクドナルドのことはちょっと私見ておりませんでした。はい。えー、というわけで、えー、まあ、まあ、まあ、まだまだもうあと数日、選挙戦実質ありますから、わかりませんけれども、まあ今、今、起きてることは、まあ、そんな感じでございます。で、えー、 ハリスですね。ハリスはね、実はあの、昨日ね、えっ、ー、と、まあ、クロージングスピーチっていうかな、あの、最後の締めの演説を、ワシントン DC の、その、例の、その、議会襲撃事件があったあの、あの現場、ジャーナリシックスの、あの現場で、えー、演説しました。まあ、クロージングリマックスですね、ほとんど。 をやっていて、それがもう、あの、テレビはもうみんな生中継で流してて、まあ私も聞いてたんですけどね。<laughs> あ、これはね、ちょっとなと。これは私の印象ですよ。私の印象ではね、これではね、ちょっとね、弱いよなと思う言葉が、まあ羅列されてたなと思いました。 あそれはね、どうして何かっていうと、彼女はね、言ってることがね、何て言うの私はアメリカの民主主義を守るんですで。アメリカの分断、これはトランプが招いたことなんです。で私はあこの分断を助長するようなことはいたしませんと。まあ、これトランプのこと言ってるわけですよ。まあ、そういう 何て言うのかなこう美しいデモクラシーね。デモクラシーとアメリカのスピリットみたいなものを非常にこの情熱的に訴えていたわけですね。あの、もう細かい政策とか、まあそんな話もちらっと出てくるんだけど、そんなことよりかは、このもっとこの物語ですよ。 アメリカンデモクラシーがいかに大事で、私はいかにそういうアメリカンデモクラシーのもとで、これまで育ってきたのかあー、なんとかいうセリフをね、えー、まあ、吐いてい,いるわけですよ。で、それがね、あの、私には、なんとも、この、なんて言ったらいいのかね、これ、テレビドラマのような演説に聞こえて、まあ、ならなかったんですね。 えそれはね、皆さん、アメリカのドラマ詳しい方、もしかしたらご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、マダム・セクレタリーっていうテレビシリーズ、ご存知ですかどなたか。あのね、私ね、これ、すごい面白いなと思ってね、ずっとね、もう何年も見てたんですよ、東京で。これはね、FOX ですね。FOX、今もう名前が確かね、FOX から名前変わった。 っててししままた会社が流してると思いますけどマダムセクレタリー、これは確かね、えっと、ネットフリックスなんかでも一部見れるんじゃないかと思うんですけど、それどういうドラマかっていうと、まさに女性の国務長官、セクレタリー、セクレタリーブステイトなんですよ。国務長官になって、その方が、その、ワシントンの中の、で起きるいろんな、まあ、出来事、政治ドラマ、 あるいは、うん、テロとの戦いとかいうようなことをに対処して、それであの、まあ、あの実績を積み上げ、やがて最後、女性の最初の大統領になって、その大統領選に出馬するっていうところでドラマが終わるんですね。一確か、えー、エピソード6ぐらいだったかな。6か5か、そのぐらいだったと思いますけど、その、 そのマダムセクレタリーあ、見てる方いらっしゃいますかハーボさんあー。面白いですよね。そのマダムセクレタリーのこの女性初の大統領があいろんな語るそのセリフ。これがね、もう完全に民主党なんですよ。まあはっきり言って民主党のドラマなんですね、これは。初めの頃はそうじゃそうでもなかったんですよ。初めの頃はそんなにね、同和性が強くなかったの。 ところが、シーズンをどん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 減るたびに、どん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 民主党っぽくなっちゃって、なっちゃって、最後、大統領選に出馬します。あの、女性で初めてですっていうことで演説した時のセリフが、まさにカマラ・ハリスが、あのマダム・セクレタリーの <laughs>、あのドラマのセリフを喋ってんじゃないかと。私はもう昨日この隣のテレビで見ててですね、もうほとんどもう笑っちゃったという。 これはもうテレビドラマシリーズそのものだと。<laughs> それをまた聞いてですね、その後で、まあ、CNN で見てたんですけども、CNN のコメンテーターたちがみんな5、6人集まってきてですね、今の演説はどうだった、ああだった、こうだった、アメリカの価値を、ね、あの大事にしようっていう演説で素晴らしかった、パチ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 なんていうことをコメントをコメンテーターがみんな喋しゃべり合ってるわけですけど、まあね、これじゃまるでテレビじゃんか。 ドラマじゃんか。<laughs> と思ってですね。まあ、すっかりしらけたと。つまりなっていうのカマラ・ハリスの選挙戦って、このテレビドラマやってんじゃないかっていうね。<laughs> あ、そうそう。今、ケムさん。大人のままごと <laughs> そう。そうそう。なんかね、そういう感じが匂っても、まあ、はっきり言ってく臭くてですね。 見ちゃう、俺、これ現実の政治なんだから、もうちょっと、このっていうのもうちょっとしっかりしたね、地に足のついた議論してもらいたいよね、と思うんだけど、もう最後まで、もうほとんどマダムセクレタリーのテレビドラマみたいなセリフを吐いてるわけ。それでコメンテーターたちが、まあ、よしよしとか言って、言ってるわけ。まあ、ファンタジー。そうそうそう。今、ケンジ・ N さん。ファンタジーだわ。 まあ私はそれを感じましたね。私はね、あの、いや、そんなにあの、アメリカ人の本音を知ってるなんて言うつもりはありませんけど、さすがにね、いくらなんだって実社会で生きてるアメリカ人たちから見たら、おい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 と、あの安手のテレビドラマシリーズのセリフを言わないでくれると、もう、もう間もなく投票するってのにと。まあそういう感じが、 するんじゃないのかなと。というふうに、まあ、私は、まあ、思いました、はいえー。というわけですね。えー、で、えーまあ、これでとにかく、もう泣いても笑っても11月5日あーですから、あーこれで、まああのー、最後まで分かりませんけど、まあ、今の状況はそんな感じで、そうそう、それでね、 ニューヨークタイムズですよ。ニューヨークタイムズがね、もう今必死、ハリス押し、トランプ下げて。もうこの一両日のね、もうニューヨークタイムズはね、もうなんていうか、もういても立ってもいられないと、こんなトランプのようなデタラメをね、大統領にしたらアメリカの民主主義は一体どうなっちゃうんだ、みたいなね。 まあ、本当もう今全力を振り絞って最後のトランプ下げにもう盲信してるというのがまあ今ニューヨークタイムズですね。ニューヨークタイムズはちなみにもうはっきりもうトランプ下げ、ハリス支持ですから。ですから、ワシンンポストはひよっちゃったけど、ひよっちゃったけど、ニューヨークタイムズはもうはっきりハリス押し。でですね、まあ、今日なんかの紙面はですね、あの、トランプの 最も親しかった、親しい、かつての政権の外交防衛政策、軍事責任者たちが、いかにトランプはダメかと。トランプなんていうのは、ファシストだと。そこまで言ったんですよ。ファシストだと。で、こんな人間がアメリカの外交政策を担ったら、これはもう世界はひっくり返ってとんでもなくなる。 というのを、もうこれでもかと、おまあ、例えば、つい最近話題になったジョン・ケリー大統領補佐官とか、からテイラーソン国務長官とか、からジョン・ボルトン大統領補佐官とか、はては、あ私はええー、と思ったのはあ、ポンペオですよ、ポンペオ国務長官まで、えー、出てきあのこ言葉を引用してです、ね、ポンペオはいまだにトランプと親しいはずですよ、私の理解では。あだって ポンペオは次のトランプ政権もしできればですよ。また政権入りするんじゃないかっていうふうに言われてるぐらいなのに、そのポンペオの発言までニューヨークタイムズは引用して、だからトランプはダメなんだと。何を言ったかっていうと、要するにね、機密文書の持ち出しです。 で、持ち出し問題。機密文書を持ち、あの、トランプ大統領持ち出したよねと。だあれは指摘されて問題が発覚されたときに、すぐ返せばよかったのに、返さなかったでしょと。だあれは重大な機密が、まあ、漏れる可能性があってですね、これはひいてはアメリカの兵隊さんたちを、あるいは諜報マンたちを危険にさらす行為だったというようなあ、まあ、批判まで、 でニューヨーク・タイムズは、このポン,ポ,ンポ,ンポンペ,ンポンペンが行っ,ったということなんですけどね。まあ、行ったんでしょう、きっと、そこまで書いてるんだから。あというような、ポンペン発言まで、えー、引っ張り出してきてですね、もう今日の締めのかも、一体何十人いたか。えっ、ー、と、確か CNN はうーん、これも紹介したと思いますが、十四人、24人ぐらい、22、3人か4人か、そのくらい、かつてのトランプ側近たちが、 今トランプから払えてますよということをね、まあ CNN はやってましたけど、まあニューヨークタイムズも同じ手法。かつてのトランプ側近たちがみんなこうやってトランプを批判してると。しかし、その人数たるやね、CNN はせいぜい20数人でしたけど、今日の締めのかもだだ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 だもういくらスクロールしてもどんどん次から次へと出てくる私の名前の知らないような人もいっぱい出てくると。まあそういう。 まあ紙面を展開してると、えー、それが今日の紙面ですねで昨日の締めは昨日の紙面で、えー、トランプになったらいかにホワイトハウスがひどいことになるかあーそつまり国務省を中心にあの職員たちはもうみんなクビだと、ね、で自分に忠誠を誓う人たちにみんなあのあの雇うはずだとでこれまでバイデン政権で仕事してきた上級職員たちはもうみんなクビでガラガラポンが始まるぞと。 とかね、えー。それから、まあ、もう昨日の締めは、その、そういう外交政策じゃなく、うん、例えば貿易政策で、えー、今、トランプは一律10%、時々20%ということも口走ってるようですけど、ー10%の関税をかけるって言ってるよね、と。で、中国に60%の関税をかけるって言ってるよねと、と。そんなことになったら、ものすごいインフレが起きて、これ、つけを払わされるのは消費者だと。 こんなことはもうみんな、マクロ経済分かってる人はもうみんな常識なんだと。で、経済もめちゃくちゃ、それから国のそのお官僚機構お、これもガラガラポンで、要するにトランプ側近たちで固められる、それからこ例の国境問題ね、不法移民の問題では、なんと軍隊まで、米軍ですよ、米軍、国境警備隊じゃなくて、あるいは州兵じゃなくて、米軍そのものをアメリカの国内に動員して、 でまあ、やるんだとそれから今いる不法移民たちはもう本当にもものすごい何十万人だったかっていうそういう規模で何百万だったかなミリオンだったかなミリオン,ミリオンちょっと数字のオーダー忘れましたけど例えば大変な数の不法移民たちを送り返すぞと送り返すで送り返せない部分はその第三国例えばまあ アフリカとか南米とかそういう国にその収容キャンプを作ってもらってそこに置き,置き返すんだぞとなどなどなどね、えー、もうとにかくトランプ政権ができたらもうひどいことが起きるというのが、まあ、昨日の紙面ですよ <laughs> ニューヨークタイムズのね、まあ、ですからまあ多分明日もね、えー、そうやって徹底的にトランプをか、まあまあ、批判する、えー、ということですけど もう,いもう今やそういう感じでありましてですね、あのもうすごくこう、まあまあ、ありきたりの言葉で言えば分断ということですし、えー、マスメディアの中でも、まあ、そうやって、もうニューヨーク・タイムズのような新聞がですね、まあ、もう露骨の、露骨なトランプ批判を繰り広げてる、まあ、こういう状況ですね、もうあ、テレビ、テレビも、テレビはですね、もう本当に今、 あこの民主党陣営とトランプ陣営のお互いにこの相手を非難するそのテレビコマーシャル。これがね、もうバン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 流れますね。この MLB のさっきの,あのドジャース対ヤンキースの中継の途中もあの入ってくるコマーシャルもまあそんなものが入ってきたりしてですね。もう朝から晩まで、とにかくトランプってのはいかにひどいやつか。 えー、カマラ・ハリスになったら、いかにアメリカの民主主義を守って、彼女が守ってくれるのか。まあ、こんなコマーシャルばっかりもう、わーと流れてる。まあ、そんな状況でございます。で、さて、あ、もうだんだんもう45分も喋っちゃった。一番大事なこと、まだ喋ってない。ちょっとじゃあもうパンパンパン、最後の一番大事なこと。なんでトランプは、こんなに支持されるのか。これです。私の見立ては、 トランプ素晴らしいだからトランプと。っていうことでも実はないんですね。トランプ俺はそんなに好きじゃないよ、あいつはと。こういう人は実はかなりいるんですよ。かなりいるんだけど、ね。トランプは俺のお気に入りじゃないけれども、俺にとっては、 一番重要な問題が実はあるんだと。それは何かというと、不法移民。不法移民。それからインフレだと。インフレ。で、この不法移民とインフレ退治を一番やってくれそうなやつは誰かというと、それはハリスじゃないよねと。まあ、トランプだわ、これはと。これで、 トランプ支持に、今、この土壇場に来て、やっぱりトランプか、ということになっていると。これが私の見立てです。つまり、別に俺はトランプなんか好きじゃないよと。あいつは乱暴だし、物の言い方がね、と。もしかしたらあのいろんな問題で言われてる。まあ、不倫はじめいろんなこと言われてるの。あれも全部本当かもしれないよね、と。でも、ね、そうかもしれないけども、 とにかく不法移民はもう本当に困ると。ね。それからインフルも困ると。で、この二つを退治してくれるのはハリスかと。違うだろうと。やっぱりこれはトランプだと。あということで、今、この本当の土壇場に来て、やっぱりトランプだなと。まあ、しょうがないわ、これはと。いう感じ。これが私がアメリカの今の本音なんじゃないかと。 まあ多くのね、まあ平均的な、まあ本音なんじゃないのかというふうに、まあ感じます。まあこれなんで感じてるかというと、アメリカの新聞、あるいはあのヨーロッパのフィナンシャル・タイムズなんかも、確か昨日だったかな、おととやったか書いてましたけど、あの、まあフィナンシャル・タイムズも多分ね、情報源みたいなろん当然アメリカですから、アメリカ、アメリカのそれなりにこの大統領選を分析している記事を、まあバーッといろんなものを見ていくとですね、 要するに今私が申し上げたようなこと。トランプは別に支持してるわけじゃないんだよと。でもそんなことを言ってる場合じゃないぐらい、この移民の問題とインフレの問題がもっとひどくなってんだと。で、これをとてもじゃないけど、ハリスには片付けられないなと。どうやら。だから、まあしょうがないと。今さっきどなたが書いてくれたけど、毒を持って毒を制するしかないわと。で一番強烈な毒がまあトランプだと。だからまあしょうがない、こいつにやらせようと。 っていうことなんじゃないかと。まあ、それが大体今のアメリカの報道、まあ、報道っていうか、まあ、まあ、いろんな分析記事ですね。このアメリカはね、分析の記事がものすごい多いから。いわゆるあの日本でいうストレート報道。日本はね、何かっていう報道っていうとね、本当にストレート報道で、もう誰がいつ何を、何,何をしましたみたいなことばっかり、それだけしか報道しなくて、本当の深い分析。 奥に流れる、あるいはそこに流れる、停留みたいなものを書く記事、書いた記事ってのは、本当に日本は少ないんですけど、アメリカはそれがすごく多いんですよ。で、新聞はもちろんですけど、それ以外の雑誌、あるいは外交誌、あるいはメディあのインターネットメディア、こういうところでは、その停留にあるこの分析、これがね、非常にしっかりしてるんですね。 で、まあ、そういう、そういうものを目リ,リしてると、大体、今私が申し上げたようなことです。共通してるのは。フィナンシャルタイムズでさえそうだったから。つまり、まあ、一言で言うと、毒を持って毒を吸いする。しょうがないと。まあ、それくらい、アメリカのもん、今の内なる脅威。内なる脅威。つまり、移民とインフレ。え、これが、身近に差し迫った問題として、 今みんな意識されてきていると。移民、えー、まあ最後にもう時間ですから、もうそろそろ時間ですからやめますけど、例えば移民なんての、ね、はもう本当にそうですよ。すごいんだから。私、まあニューヨーク来て、かれこれ、えー、まあもう,もうちょっとしたら、今もう3週間ぐらいですか。あまあ前回も、あの7月もいましたから、まあそうするともう数ヶ月いるんですけど、あの、まあ日常の足はね、ほとんどもう全部ウーバーです、ウーバー。 ウーバー乗って、オリジナルのアメリカ人、ね、あのア、アメリカオリジネートだよねっていう運転手さんに会ったことがない。みんな移民の方。ほぼ、10人中9人間違いなく移民ですね。だって、私と会話するときは英語だけど、私との会話が終わっちゃったら、もうずっと母国語で喋ってる誰とか電話とか、あ流れてる、 ラジオ局も全部英語じゃない。えーまあ、スペイン語とかあ。まあそういう言葉。で、ずっともう電話で喋って、なんか話しながら喋ってますけどね。もう全く英語じゃないですから。まあそういう人ばっかり、ウーバーはね。それからレストラン。あまあレストランも、いわゆるこのアメリカの人もたくさんいらっしゃるけど、アメリカ以外の、今、まあこれ実はまあこうホテル泊まってるんですけど、このホテルでも、 えー、アメリカ人、いわゆるアメリカ人以外の方,の方が、まあ多いですね。6、7、6割ぐらいは、まあ外国人ですよ。まあ私を含めて。えー、なんですね。まあこれはニューヨークだからっていうこともあると思うんです。ニューヨークはまあなんて言ったってそういうところですし、あの、まあマンハッタンなんか行っても、もうとにかく、いわゆる白人のアメリカ人女性っていう、あるいは男性でもいいんですけど、そういう人はね、 まあ完全にもう少数派ですよ。少数派。ほとんどがみんな外国人なんですね。えー、だからあ、ある意味移民だから、あのー、まあ楽 <laughs> 変な話だけど。<laughs> まあまあ、私なんかも、もうどう見たってこれに日本人だよねと。まあ、外人でアメリカ人じゃないよねと。だけど、お互いみんなそうだから、あの、なんか楽なんですよね。 あの、なんか差別されてる感じないし、えっ、ー、と、昨日もあの洗濯するのに地下に洗濯機があってですね、<laughs> 洗濯機を動かすのに、まあクレジットカードで、 動かすんですけど、ちょっとそのクレジットカード通らなくてですね、ちょっと、えー、ちょっと、ど、どたばたしてたわけね。そしたら、隣にいた、あの、方がですね、さすがって言って、どうしたなんかあったとか言ってね。いや、ちょっと今、クレジットカード取らない。ちょっと俺に貸してみとか言って。で、なんだとかって、あ、これダメだな。と。で、次、あ、これもダメだな。とか言って、お,お前、どっから来たんだ俺、俺、私は実は日本から、東京からですん、ね、で。あ、そうか。もうないの他に。あ、もう一枚、最後の一枚あった。これ、これでやって。あ とあ大丈夫じゃん。ほら、ちゃんとできるよとか言ってね、教えてくれるんですよ。まあ、親切ですね。本当にね、なんか親切な人が多いなっていうのが、まあ、私の実感ですね。はい。で、何の話かっていうと、それくらい移民の方が多い。で、でそれ自体は私も、まあ、ある意味、ある種居心地の良さを感じるんだけど、あの、中には、その問題、 のありそうな不法移民の方もいらっしゃって、この人たちに職を奪われると、オリジナルな白人の皆さんは、あの、やっぱり脅威を感じると。まあ、それがトランプになっている。だからトランプは嫌い。嫌いでもいいんだ。嫌い,嫌いだ。あの、あんま好きじゃないと。でもあ、しょうがないじゃんと。移民とインフレはトランプ、ハリスにはとっても無理だよ。ということが、 あの今のこの情勢につながっているのかなというのが、まあ私の見立てでございます。はい。えー、日本人も外国人に親切で、そうですよね。でもね、あの日本人外国人に親切、親切。まあまあ本当にその通りですよ。その通りだけどね、まあ私もね、でもね、アメリカ人もね、親切だなと、本当思いますね。 えー、なんかね嫌な感じがねあんまりないんですよ。私もうかれこれアメリカと付き合ってもう30歳ぐらいだからもう40年ぐらい前からあまあアメリカと付き合ってるわけですけど初めの頃ね日米自動車摩擦なんかあった時にデトこれもあんま忘れもしないデトロイトに日米自動車摩擦で取材に行ってですね、えー、昼食クラブねあのランチクラブみたいなところでねご飯食べたことあるんですよ。でそこでねあのついあの えー、アルコールも入ってね、ご飯食べてて、まあ日本語で喋っちゃったら、周りにいた白人たちからね、すっごいね、冷ややかな目でね、見られたね、記憶があるんですよ。まず、ここはアメリカ人たちのランチクラブだった。日本語なんかで喋ってたらいかんわ、と思ってね、ひやーっとした、あの、覚えが今からもう3 40年ぐらい前ですけど、えー、ありますけども、あのー、 今はね、さっきそのね、あの、洗濯、オーシャンドライヤーのところで助けてくれた人もそうだし、えー、それから今日の午後はですね、えー、実はちょっとあの、いろんなもの買い出しにですね、日曜雑貨買い出しにちょっとあの、モールまで行ってたんですけど、あものすごい広いモールなもんだから、あの、えっ、ー、と、最後、ウーバーで乗るための出口が分かんなくなっちゃって、み店は閉まり始めるし、 えー、どこで出口でウーバー呼んだらいいんだろうって分かんなくなっちゃってですね。<laughs> あの、おまわりさんにね、まあ、聞いたわけ。実は、あの、入るときも、実はここであの、あの、ハンバーガー屋があるはずなんだけど、うん シェイクシャックって言うんですけど、シェイクショックのハンバーガー屋なんだけど、どこかなって、お前さんに聞いた。そしたら、ね、あそこ行ってね、あそこの3階のあそこ、あっちの方だぜと、教えてください。そしたら帰りもね、また同じお前さんになっちゃって、おお,おまたあったな、とか言って。ところで帰るんだけどさ、あの、ウーバーの育児ってってどこなの <laughs> と言ったら、あ、あそこだ、あそことか言って、非常にね、にこやかにね、親切にね、教えてくれたんですね。まあ他にも、いろんな親切に教えてくれる方がたくさんいてですね、 私、アメリカ人もね、いやまあ、親切だなと、と、今思っているところでございます。はい。最後は何を話してるのか分かんなくなっちゃったけど。はい。えー、というわけでございます。あの、決してね、だからうん、日本人が外国人に優しいのはそれはその通りだけど、じゃ外国人は外、外国人は日本人に対して優しくないかと言うと、あそんなこともないですよ。な、ね、い。 実は彼女、彼彼らたちも、すごくね、えー、手取り足取り。あ、ニューヨークだからでしょうあ。そうそうそう、外骨靴さん,うん。そうかもしれない。ニューヨークだからなのかもしれない。かもしれません。はい。えー、ということでございます。はい、えー。ちょっとね、あの、最後はなんか、私の、あの、えー、YouTube 版エッセイみたいになってしまいましたけど。 そんなことでございます。はい。それじゃあどうも今日はまたお付き合いいただきましてありがとうございます。はい。それじゃあまたあの、明日なんかやれたらやろうかなと思ってますので、えーえー、またお会いしたいと思います、えー。はい。だって終わりかいって、そう。だってもう57分も喋っちゃった今日。ひどいね。こんな話で57分も。なんか、えー、申し訳ありません。なんかつまんない話しまして。はい。 えー、アメリカの香りしたあ、ありがとうございます。あ、いい、うん、ありがとう。そう、そういうふうに言ってくれると、すごく嬉しいです。あの、これからもちょっとアメリカの香りがするような話を時々混ぜながら、あの、お話をしたいと思います。はい。じゃあどうもありがとうございます。それじゃあまたお会いしましょう。失礼します。バイバイ。